たまたまアメリカ人がやっているチェーンソーアートを見まして、であこれだというもう直感で、それであの日本にその技術を入れるっていう仕事を最初にして、ドイツでは2回連続ですね、はい、その前2年、アメリカと、日本でも取ってますから4年連続国際チャンピオンですね。彫刻っていうとどうしても仕切りが高いっていうのが多いんですけど、チェーンソーアートの場合は彫刻自体をもっと気軽に楽しんでもらう、木自体をもっと身近に置いてもらうっていう意味での彫刻ですね。で、まあ、この熊野の地にはたくさん木がありますから、その木を使って、木が売れてませんからね、その木を使っていろんな方にも楽しんでもらうと。主に建築材料としてはこういう色のものが好まれるんです。同じ木なんですけど、同じ杉の木なんですけど、建築材料としてはこういう色のものを皆さん好まれます。大工さん好まれるんですが、彫刻品としてはチェーンソーアート杉を使った彫刻品としてはこういう黒い色のものが出来上がった製品の色のコントラストがはっきりつくので、こういうものの方がチェーンソーアートには好まれるということなんです。だからチェーンソーアートで使うときはこういうものを主に納品してるっていう形になります。今僕の仕事はその彫刻をショーで見せるっていうのが主な仕事になるんですね。もちろん注文で作ったりもするんですけど、you